の方っていうんですよ、友蔵。友蔵。恋愛クリニック、恋愛ドクター中山拓司です。今日はモテる人になる方法ということで、ポイントをちょっと2つお伝えします。これは恋愛、仕事、まあ、男性、女性、すべてにおいて共通するので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。イメージしてみてください。あなたがお店に行きます。店員さんの売りたいものばっかりを押し付けてくる。いや、これ、いますよね、結構。もう一人の店員さんは、あなたの話をしっかり聞いてくれて、あなたが喜ぶこと、あなたが欲しいものを提案してくれる。そんな店員さん。これ、どっちが好きになりますか？まずポイント目、一つ目っていうのは、人から好かれる人っていうのは、目の前の人が喜ぶことを提案できる人なんですよ。自分に必死な人、僕もそうだったんですよね。自分に必死な人って結構多くて、ある時これ気づいたんですよ。ちょっと治療を始めたんですよね。どんなことを始めて、こう、人のことを応援できるような意識が、だんだんできてきたのかっていう、これ、方法があるんですよね。質問なんですけど、これもね、二つあって。一つ目が、あなたがこの人に好かれたいと思う人、ちょっとイメージしてもらっていい？僕だったら、嫁さん。結婚26年目の嫁さん、イメージしました。二つ目の質問が、どんな応援ができますか？どんなことが与えれますか？何をやったら、その人は嬉しいですか？ちょっと考えてみて。実は僕、なかなか出なかったんですよ。自分のことばっかり考えてたんで、僕、嫁さんに聞いたんですよ。何やったら嬉しいって。俺に何ができる？って。あんた、そもそも、コミュニケーション不足や。そんなことを相手が求めてるって、僕は結構会話も伝わってると思ってたんです。結婚26年なんですけど、やっぱそういうすれ違いもやっぱあるわけなんですね。あなたが目の前の人に何をやったら喜んでもらえるのか、どんな応援ができるのかっていうことを、誰にどんな応援ができるか、何をやってあげたら嬉しいのかっていうところを常に考える。これギブリストっていうんですけど、このギブリストを常にこう考える、書き出す。これ僕も毎日今書き出すようにしてるんですけど、そうすると人に喜んでもらえることが何なのかってこれ考え出すようになるんですよね。僕は男性にも女性にも友蔵を目指そうって言うんですよ。友蔵。ちびまる子ちゃんのね、まる子ちゃんのおじいちゃん。いつもまる子ちゃんを応援してる、温かい目で。そんな人間になったら人から好かれるよって。いや、確かにそうですよね。毎日毎日その二つ、誰に何を応援できるのかっていう書き出すっていうの。一回ちょっとこれ試しにやってみて。二つ目が、とは言っても人の応援ばっかりやっててもこうしんどくなるよね。これはでも大切なポイントで、そうなんですよ。自分を満たすこともしないとダメなんですよね。二つ目は、やっぱり自分を満たすことっていうのが何なのかっていうことを考えていくということが、これ大切なんですよね。これ法則があって、シャンパンタワーの法則って聞いたことある？シャンパンタワーの法則って、ホストクラブとかよくテレビとかでもね、一番このシャンパングラスがずっとこう何段にもこう積まれてて、一番上のグラスから、シャンパンタワーのグラスからシャンパンが注がれていって、満タンになったら2段目、2段目が満タンになったら3段目って、こうだんだん満たされたグラスが順々に溢れていって、ね、2段目3段目4段目っていくわけなんですけど、でこの一番上っていうのは自分自身なんですよ。自分が満たされて、そして2段目の身近な人、恋人であったりとか奥さんであったりとか、身近なね、親とか、その辺の人たちを満たしていく。で、そこが満たされて、友達とかね、仕事関係の仲間とかを満たしていく。4段目が、お客さん。自分が満たされてないのに、一番ね、その4段目のお客さんを満たそうとするのは、これはもう自己犠牲なんですよね。自分がやっぱ苦しくなってしまうっていう、そんな状態なんですよね。だから、自分が満たすために何をするのかっていうのが、これ、2つ目のポイントなんですよ。やっぱ、モテる人、人から好かれる人っていうのは、人に喜ばれることもするし、自分を満たすことっていうのを意識的にできてるんですね。で、まずできることを自分が満たしていく。じゃあ、例えば美味しいラーメン食べに行くとかでもいいんですよ。まず自分を満たしていく。自分のシャンパンタワーの一番上の、そのグラスを満たしていくことは何なのかっていうことをこれ考えていく。で、そうすると、やっぱ周りの喜ぶことっていうのも応援できるようになってくるから。大切なのはこの、まあ、二つのポイントね。人から好かれる人っていうのは、目の前の相手が喜ぶことっていうことを考えて意識して、そしてそれを応援してあげる、そして与えてあげるっていうことを意識する。まあ、そのためには、日々自分自身が満たされる、シャンパンタワーのそのグラスがね、一番上の自分自身が満たされるために、何をしたら自分が、心が満たされるのか、そしてその自分を満たしながら、そして目の前の人を幸せにしていく。そうするとやっぱ人から好かれるから。
このようなね、今日の動画すごくためになったよとかやってみるよっていう方はぜひね、高評価チャンネル登録お願いします。でまた周りでなんか人から好かれるためにもうどうしたらいいかなって、なんか最近全然楽しくないなと思ってる方いたら、ぜひこの動画もシェアしてあげて、どうしようもなかったらいつでも恋愛クリニックにご相談ください。応援してます。気ぃつけて、お大事に。